はい、どうも皆さん、エビサです。こんにちは。プレビューでビングチャットエンタープライズとっていうのが出てきましたね。こちらご紹介です。ビングチャットはもちろんビングで使えるチャットなわけなんですが、エンタープライズまあ企業向けのバージョンですよということですね。これがプレビューでも使えるようになってます。で、すでにマイクロソフト f t さんの E3 とか E5 ビジネススタンダード、この辺の、まあね、マイクロソフトさんのクラウドサービスをしっかり使うぞっていうライセンスを持っている企業であれば、 追加費用なしでもうすぐ使えますよということになってますね。で、bing.com のスラッシュチャットっていうブラウザから使うのもあるし、マイクロソフトエッジのサイドバー経由で使うっていうこともできますよっていうふうになっております。で、これはエンタープライズ向けのやつなので、所要のデータをちゃんと保護しますよってことですね。チャットでそこにまあ機密情報とか含めて書いた情報っていうのは、マイクロソフトはもう見ませんよ、触れませんよと、とアクセスしませんよと、とトレーニングにも使えませんよ。だから安心して使ってくださいという感じになっております。 ね、なので、仕事でガンガン使ってくださいねということになるわけですね。で、名前が変わった Microsoft ト n t r ID、まあ、Azure Active Directory ですねで。その ID を使ってアクセスをできるということになりますので、まあ、きちんと会社のメンバーだけがちゃんと使えるということにで,できるわけですね。はい。で、これどうすればいいですかみたいな話なんですが、これは管理者が有効にするということが必要みたいです。技術ドキュメントを参照してくださいってなってますので、やっていきましょう。 はいまあ、英語の画面に行きますが、まあ、日本語の、ね、URL だけど、まあ、英語のドキュメントですからまだ日本語版にはないみたいですね、まあ、この中ですと「ハウトゥーガイド」の方を見ればいいんですかねこれですねターンオン BingChat エンタープライズなのでどうやってオンにするかというところですねで8月の中頃2023年8月の中旬には勝手にこうオンにされるみたいですねなので待ってればいいですよということになるみたいです でも、それよりも早く今すぐ、こう、有効化したい、今すぐ使ってみたいという組織に関しては、このステップを踏んでくださいということですね。じゃこれを見ていきましょう。1、2、3とありますね。はい。1。Bing での Microsoft Search のセッティングが、ちゃんとオンになっていることを確認してくださいというのがありますね。この設定自体も見ていきましょう。Microsoft Search。 管理する場所は、マイクロソフト f t さのアドミンセンターのセッティングの中のサーチアンドインテリジェンスですね。ここから飛ぶことができますね。はい。検索とインテリジェンス、設定の中ですね。で、分析情報が初め出てきますが、ここで分析情報、回答、ブックマークとか、場所とか、Q&A とかありますね。 まあこの辺、企業向けにこうカスタマイズした答えなんかを返すようにすることができるということですね。で、データソース。こう、データソースをね、こう追加するぞっていうことができますぞと。で、ユーザー設定。結果の処理を作ると、独自の検索結果レイアウトなんかを作成して、検索結果のページでユーザーに表示するっていうことができますよと。で、パーティカルとかスキーマとかありますね。 とこの辺は私も全然触ってないのであまりわかりませんが、いろいろとこう検索してこうカスタマイズできる組織のデータにもつながるぞみたいなところが見て取れますね。で、構成のところ。まあ、ここが一番重要ですね。今回の話ですと。Bing での Microsoft Search 設定ということで、ここで Bing で検索したときに組織の中のユーザーとか、組織の中のデータとか、そういうところに対してもまあ対象にしますよっていうところがここにありますね。これアクティブになってますね。 まあここがアクティブじゃないと今回の話はそもそもできませんから有効にしましょうという話になります。で、規定で非アクティブですけども、この Bing での Microsoft Search の拡張機能、まあ、拡張機能とか Google Chrome アドレスバーとかですね、そういうところで検索するときにちゃんと連携するぞというところは変アクティブにしたければここを変更ボタンを押しちゃってください。 Bing 拡張機能をインストールして Bing を起点の検索エンジンを設定するなんていうこともできますしということですね。はい。特定のグループに絞ることもできるし全部にすることもできると。はい。はい、これで保存、設定が保存されてますね。まあ、とりあえず全部今アクティブになっているような状況です。まあこういう状況であれば使えますよということですね。はい。で、ここは確認しました。はい、今のやつで OK ですとで。次は GoTo のこの URL。 はい、b i n g c h a t e n t e r p r i をオンにしますっていうこのページですねじゃあここに行きましょうでここにはテナントアドミンで行かないといけないですねはいなのでテナントの管理者でここに行きたいと思いますで私のこの環境デモ環境なんですがはいいろいろとユーザーがおりましてこのアドミンっていうのがテナント管理者のはずですね この役割のところにグローバル管理者を持っているユーザー。このユーザーでアクセスしないといけないということになります。で、今は、a d m i n d e v h p s n e t ですので、テナント管理者のはずですね。このユーザーさん。おかしいですね。はい。これでいけるはずだと思うんですが、テナントアドミンで入ってくださいと言われて、うまくできませんね。はい。ちょっと今はまだできないのかな。なんかちょっとこれは、 何か私が勘違いしてるか MS さんが何かミスってるかという感じに見えますねうんダメですねまあちょっとこのテナントはすいませんマイクロソフトさんの後、e、の E5 のデベロッパーのテナントなのでなのでちょっと違うということになっているのかもしれませんはいでこのアクションがうまくいけばそうすると、まあとは2時間から4時間ぐらいで有効化されてちゃんと使えるようになるという感じみたいですね で、ターンオフするにはターンオフするためのまた URL があると。で、そこで有効化して2時間から4時間ぐらいでまたオフできるということになるようです。まあ、手順としてはここに書いてある通りですので、すいません。ちょっと今見せられませんでしたし、うまくできませんでしたが、はい。ここのページを見ながらやっていただければうまくいくはずですね、ということになりますね。で、すでにライセンス持ってなくてもですね、スタンドアロンバージョン。こちらの方が、まあ、月 5US ドルぐらいで提供されますということですので、 まあこれらの Microsoft 365 E3, E5 ビジネススタンダードを使ってないユーザーに関しても、えー、この機能は使えるということになりますので検討いただければいいかなというふうに思います。というわけで今日の動画は以上です。Bing Chat Enterprise のご紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。